皆さん、こんばんは、マーティーン。ダルミャクーバー、キングタクです。キングタクの東京2020。残念でした。サッカー、日本、スペイン。まさか全戦された延長で、負けるとは思いませんでした。もう、涙が止まりませ、うん。うっ、ん、うっ。視点を収穫。攻撃性がいいと、ファウルを誘うようなプレー課題は、失点。あとは、守備の甘さ、得点不足、決定力不足。パズミスも多い、サポート。1対1の勝負にも言わず 次に向けてはもう失点しないで欲しいのと得点をアップそれだけです。はい。もう言葉に出ません。では他の結果も泣きながら言います。スピード部門は、な崎原。まあ頑張ってますね。はい。男子複合。体操はまあ、レスリングかわゆく決勝進出もメダル以上確定。橋本大輝、鉄棒金メダル確定です。イエーイ。陸上敗退者がまた出た。準決勝進出者も出てが、 ギャビック選手、銅メダル、メダルラッシュ。まあ。決勝進出、デュエット、アースイ。いいですね、はい。メダル獲得のチャンスある。なんと、卓球、日本女子、決勝進出、拍手 <laughs> レスギング、土生さん、残念ながら5位です。悲しい、じゃん。えー、っと。 もう涙が止まらなくなってファンの皆さんサッカー日本負けてしまって予想外したことを改めてお詫び申し上げます。ここから謝罪します。というわけで以上です。もう3位決定戦でもう3位同メダル、どうでもいいメダル取ってくれ。バイバイ。